お風呂はこれからです。帰ってきてご飯買って食べ終わったところ、今ちょっと落ち着いて。本当はいろいろまた覚え直さないとというか、復習すべきことあるんですけど、でも急を要さないので今日はとりあえずいいかなと思って。それは下着やろうということで、今日は久しぶり、ね、久しぶりじゃない？ショールームやるの。そんなことないか、そんなことない。みんな舞台忙しそう。そうだね、なんか今ね舞台やってるメンバー多いよね。もうなんかすごい髪がぐしゃぐしゃで すごいやってて、髪もう振り乱してばっかな気がする すごい終わった後ぐちゃぐちゃ すごい毛先が、朝結構整えて行ってるはずなんだけど、終わった頃にあれすごいね、なんかフシャフシャになって落ち着きます。大変なんだね、なんていうか、なんだろうね。でもすごい充実していて、毎日勉強になることもあるし、なんか追求するのがすごいね、楽しいですね。稽古の映像、ああ さっき上がってたやつね。鹿殺しさんのツイッターにお稽古の様子が、今日のじゃないけど、ん？今日、あれ？あれいつのだ？今日じゃないな、レッスン着が違うか。ああ、私持ち上げられてました？記憶にございません。持ち上げてました？ ダンスの、ダンスもめちゃめちゃやっぱ音楽劇、ミュージカルっていうことで、もう本当にたくさん踊っております。なんかね、いろんなジャンルのお話の流れに、に沿ってな感じ。好きな音楽たくさんあるな。ダンスも、いやもうダンスばっかりしてる めっちゃダンスしてる。なんか私の歌みたいなのもあるんだけど、それも真面目な時からずっと音楽を作ってくれる E さんっていう方がいらっしゃって、その人がね作ってくださってるんだけど、今回もで私の歌みたいなやつもめっちゃ好きなんだけど、でも いざ はいってみんなに見せた時に、歌詞的にこんなに好きって言っていい歌詞なのかこれはって メロディーが好きって言っておくね。うん、内容はちょっとあれかもしれないので。待って、私ってこんな顔してたっけ？ なんか今日顔違うな。なんだろう。なんか私顔違くない？今日。気のせい。こんな顔してたっけ？私。薄いな、顔が。なんか、違くない？
歌詞が気になる。あーもうね、歌詞がもう私がやってる役ぐらーみたいな、もう人生語っちゃうよみたいな感じでネタバレになっちゃうからあんまり言えないんだけど、疲れてるって感じ起きてからね 2,3 時間最近スイッチ入んないね。ああもう本当にね疲れが抜けなくってダメだ。あでもさっきね豚肉を食べたから明日はマシになってると思う疲労蓄積なんかもう朝なんか目はパッチリ起きてるんだけどなかなかこう起き上がれないっていうか、いやー頑張っちゃうよ明日からもうテンションおかしいあー疲れてない、疲れてない、疲れてません。弱音は吐かないって決めたんや。稽古行ってる時私すごいいろいろさお勉強になることとか吸収できることがたくさんあって、心の中ではねすごいわあ充実してるなって楽しいなってすごく思ってる、まあ思ってるんだけど、でも今日なんかあんまり楽しくなさそうみたいな感じでってなんだろう真剣すぎるがゆえなんでしょうか。めっちゃ楽しんでるんだけどな。アベリンは楽しんでいる。で多分マス私結構口で口でマスクの中でニヨニヨするタイプだからちょっとあんまりそれが伝わってないんでしょうか。何の音、なんかなんか変な音する？エアコン？ニヨニヨ。なんかね、時々後ろにいる踊っている皆さんが変な気持ち悪いおダンスしてて、それが面白くて、そういい意味でですよ、いい意味でなんて言うんでしょうか、奇妙な動きをされていて。でもすごい面白い、おもろです、おもろ。もうどん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 なんか心の奥底からみんなに見てほしいってなんか自信を持って言える作品に育てみんなで育てられているので、ウェイウェイまとめるの下手かって。もう個人的にはちょっと今日から今までいろいろ自分のキャラクターみたいなものを作ってきたんだけど、でもちょっとプラン大変更、キャラチェンする方向になったのでちょっとまた作り直しです
行錯誤。祭り上げられてましたすごいあの動画ね、なんかおもろいですね、あれ笑っちゃいそうになる私は笑っちゃダメなのでちょっとあれなんですけど、生贄どうなんでしょうかね、生贄なんでしょうかね、楽しみにしててください。あの服はダサくない、本当に違う、本当に違うの、あれ私のお洋服じゃない、本当に違うんだよ、あの衣装だし、しかも仮だし、仮の仮だし、私あの時さちょうどさパンフ用の撮影みたいなのも入っててさ、ってこの仮の衣装着てる時に撮るのみたいな、いやしかもツイッターで上がってたやつ割り切ってる時に撮ったやつだし、やめてよ、おしゃれと思ってしまった。じゃあ組み合わせによってはすごい素敵なアイテムだと思うんだけど、私が結構ね、あれに合うようなお洋服を着てなかったからめちゃダサい人みたいになって、あれはダセーです、やだいつもあれでやってる人みたいになっちゃった、違うんだよ、違います、でも好きで、ああいうスカートとかあったら絶対欲しいもん。組み合わせの問題です。今日17だっけ、16だった、ちゃん髪伸びたね、いや切ったばっかで、あの帽子をかぶって帰ってくるときに帽子かぶってたからめっちゃ早くなって、本当はもっとちょっとだけ短いです、ピターってしてる、あーキスキスキス、そうですね、あのエイトのあの舞台がレギュラー、私はレギュラーではないんですけれども5月に8の言い方なんだっけ、キスキスバイ8、違う、キス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 ありますね。ちょっと待ってね、自分が何するか今ちょっと全く整理できてないんだ、出ます、でも出る、でもちょっと待ってね、いつかがちょっとごめんね、今完璧にちょっと把握しきれていないんですけれども、出ます、ブチギレ白雪姫をやったやつかな、入れ替えってどういうことの、ね、なんだろうね、どういうことなんだろうね、どういうことなんだろう、すいません、こういうのはちょっとごめんなさいね、しっかり把握してから来るべきでしたね。土日が全員いて、詳しくはチームメイト公式ホームページにて分からん5月でも5月です詳しくホームページです、こちらまで
ちょっと分かんなかった。はい、ちょっと今は本当に今ネオンキッズの方に集中して頑張ります。もうね、これから2月後半はちょっとねマジで頑張ることが多いので頑張ってきます。宣伝上それは嘘だな、今の上手じゃないな。ネオンキッズ割ともうすぐ、ああまあでもそうだよね、そうだ。再来週なんだね。またもうちょっと時間が経ったらみんなにお知らせできることもあるので、無事決まったらお伝えしたいな。早く更新はい、ファンクラブのブログこっそりひっそり更新しました。県民賞の放送、おー嬉しい。県民賞は3、わかんない、まだでも3月だと思う、きっと。え、一郎さん言ってたっけあ、もう言ってんのね。3月10日です。3月10日の県民賞に出演させていただきます。近くなったら言うね。台本下で見たよ。台本？台本？何の台本？ブログにコメントしたよ。見てます。更新してからずっとブログのコメントの方も更新して、誰が最初にくれるかなって見てました。ケミー賞はそうだね、3回かな、今10日のやつで3回目かな。コメント見てる、もちろんもちろん見てるー、監視してますよ。ブログ感想見てくれた、見たよ、ありがとう。今日はさ、朝稽古場に向かってる時にコメントとか見てたんだけど、すごく今日すごい染みたな、心に。なんかすごい、いつもも見て面白いなっていう感じで見てるんだけど、なんか今自分が結構頑張らなきゃ頑張らなきゃと思ってる時だったから、いつもよりねもっと深くっていうか、すごくみんながくれた言葉がなんか頑張る糧となったっていうか、すごい応援されてるなっていう気持ちになって、すごい前向きな気持ちになれた今日、特に今日の朝、今日感謝ですね。舞台稽古はどこでしたよな。ね言うわけないじゃん言うわけないじゃん、言わないよ。私が口を滑らせて言うかと思ったか、言うわけ言いませんよ、うっかり言うか。
そうそう、うちのスタジオうちのスタジオに行ってる岡部家のうちのスタジオめっちゃ広くてさ、稽古にさやるのちょうどいいんだよねそうだよ、何を言わす。ザ公園行ったことある？私はないや、まだ。楽しみ、どんなところなのか。あれと一緒だよね、あの温さんが前にやってた舞台の熱海の、熱海のやつと一緒だよね。なんかさ、真面目の時はさ、会場がすごいうわーって感じで、席次第ではさ結構遠目に引きでしか見れないみたいな席もあったけどさ、でも多分きっと今回の劇場はどの席にいても結構顔の表情とか分かる、コメスあるからこそまでなんだけど、なんか多分しっかりと見れる会場なんて、行ったことない人が言ってますけれどもしっかりなんかそういういろんな細かいところまで見れるんじゃないかなって。えってキャパ200?300? その辺や、多分きっと250だからね、どれぐらい客席のあれになってるのか分かんないけど、だから劇場よりちょっと広いぐらいなのかな。もちろんステージはもっとね、わーって感じだと思うけど、今まで経験したことない公演数だからいろいろ楽しみです双眼鏡いらないか、いらないんじゃないかな多分だけど、頑張れ自分、明日大変だぜ、頑張ろう。締める言葉あげようか、くれ待ってる、今ちょうだい、今のこの状態のリンヨカベに、リンヨカベのハートに響く言葉開始中。あーごめんなさい、あーごめんなさい、後でまたでもします、ごめんなさい、ちょっと早く終わろうあーどうしよう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 かなどうしよう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 かな、来てる来てる、来ちゃった、ごめんなさい、またすぐ終わりにして書き直します、ちょっとみんなからみんなからの温かい言葉をもらおうとした瞬間に電話来ちゃった、ごめん、ちょっとさまざまな SNS でお待ちしてます、ちょっと電話かけ直す、待ってるよみんな、そんな感じで、はい、明日からも頑張ってきます、切ります、すごい、もしかしてショールーム見てコメントじゃ伝えきれない生の電話でエロくんやって思ってくれたんかな、違うよね絶対、切ります、おやすみなさい、また時間があるときにショルムします。
おやすみなさい。切りますね。おやすみ。またね。切ります。